マクドネル・ダグラス DC-9 マクドネル・ダグラス DC-9 はアメリカのダグラスヤクラフト社が開発し1965年に初飛行した総発の小型ジェット旅客機である開発当初はダグラス DC-9 と呼ばれていたダグラス社がマクドネル1967年ボーイング1996年と合併を行ったことにより 後継機は MD-80 などいろいろな名前を持つことになった。最後に開発された型名はボーイング717から200であり、この型の生産も2006年に終了している。ダグラスエアクラフトは当時アメリカ国内線などで多数運行されていたコンベア240やダグラス DC-4 などのレシプロエンジン旅客機の代替として1963年から 短距離用のジェット旅客機の開発をはじめ、フラットホイットニーの JT8D エンジン総発で TB 翼を持つ70から90隻の小型旅客機を計画した。当時すでに就航が開始されていたボーイング727や開発が進んでいた737への対抗上 DC-8 で得られた基地技術を極力流用するのみならずデファビランドカナダ以下。 生産分担予定のパートナーに開発費用まで含む設計を委託し、驚異的とも言える短期間で分散共同開発が進められた結果、試作機は1965年2月に初飛行し、その年の12月にデルタ航空で就航した。抜群の経済性と高信頼性が評価されて、商業的には大成功を収め、度重なる改良によって、 次第に大型化しながら、ダグラス時代だけで976機が生産されたが、売れすぎて、資金、資材不足に陥り、いわゆる黒字倒産、マクドネル社と合併して、マクドネルダグラスとなる、原因の一つとなった。その後1980年代に全体に、大型、近代化した、MD-80 シリーズを発表して、3人乗務で3発エンジンと、 経済効率が悪いボーイング727を圧倒し、1990年代に高バイパスエンジンに換装して、経済性を差に高めた MD-90 シリーズも登場した。ところが、1991年の湾岸戦争によって一挙に航空不況が訪れると、売り上げが激減、同時期に就航開始した MD-11 の失敗の上に、 MD-80-90 シリーズが、エアバスの同クラス新型機、A320 シリーズや、ボーング737の新世代機に押されたこと、さらに MD-11 と、MD-80-90 シリーズの間に入る、経済的な中型の中長距離機のラインナップがない、ことなどからマクドネルダグラスの経営は悪化した。そのような中で、 関係の深かった中華人民共和国と韓国が共同開発を予定していた小型旅客機 AE-100 への参加交渉が泥沼となったために撤退1995年し単独で受注に成功した MD-90 シリーズの最終モデル MD-95 の開発を決定した。だが、冷戦後の軍用機需要の低下や MD-11 の失敗などによる 極度の経営悪化によって1996年、最終的には1997年8月1日にボーイングとの合併に至った。開発中だった MD-95 は、ボーイングが引き継ぎ、ボーイング717から200として発売された。トータルの生産数は2400機以上で、これはボーイング737の1万機以上、エアバス A320 の 約8000機に次ぐ生産数である。なお、中華人民共和国では、本シリーズのライセンス生産を転用、投用した技術をベースに、中国商用引き有限講師が、アージ二2 1を開発した。初期型であり、DC-9 シリーズの中では最も小型の方である。全長27メートルで、最大離陸重量41トン、エンジンは、総発54.5、 KN プラットホイットニー製 JT8D-5S 型である。137機が製造される。-10 系を紹介そうした型である。マイナス -15 型は燃料容量及び最大離陸重量の増加を行い、マイナス -20 型はエンジンの強化及び翼の能力強化が行われた。この型はそれぞれ少水生産された。この型は 最終的に662機が生産された決定的なモデルである。マイナス30型は4.55メートル胴体を延長、両翼端を1メートル延長、最大で肉重量を55トンに増加、およびエンジンを JT8D-9 型か JT8D-11 型、水力それぞれ 64KN67KN に変更している。また、 主翼に全円スラットを追加した。1967年2月に就航した619機が生産され、約290機は2006年の時点でも商業運航を継続している。アメリカ軍でも C-9 として採用された。さらに胴体を延長したこの方は1968年3月にスカンジナビア航空によって運航が始められた。 胴体をマイナス30型より2メートル延長、乗客数125人に増加させた。マイナス40型は何種類かの JT8D 型、エンジン、水力64.5から 71KN が使用できる。71機が製造された。旧東亜国内航空が自社導入したのがこのモデルである、リースでマイナス30マイナス50型も運航していた。 いずれもアメリカ席の N ナンバー。マイナス50型はマイナス40型の胴体を2.5メートル延長し、乗客数を139人に増加させた型。1975年8月に運行が始められ、胴体延長の他に、インテリアを近代内化された、ボーイング737から200アドバンスドに対抗すべ、多数の詳細な改善、新しい客室インテリア、 および低騒音の 70KN クラスの JTQD-15、17型エンジンが含まれる。96機が生産された。一般に DC-9 といえば、この -50 型までを指し、合計で976機が生産された。1970年代末より、マクドネルダクラス社は新たに DC-9 シリーズの一環として、 新型のスーパー80シリーズの開発を開始した。これは DC-9 から50を改良、ストレッチしたものであり、DC-9 から81、DC-9 から82、DC-9 から83の3種類の開発がアナウンスされた。DC-9 から81の初飛行は1979年10月18日である。 このスーパー80シリーズはボーイング727から200よりも低騒音、低燃費でパイロットは2人だけで済むなどという利点から当時まだ勢力を保っていたボーイング727を圧倒した。このことがボーイング727の生産終了の決め手の一つとなったとも言われている。また当時開発が進んでいたボーイング737から300や エアバス A320 シリーズに対抗する目的もあった。スーパー80シリーズのうち最初のマイナス81については1980年にスイス航空によって就航が開始れ、後に MD-80 シリーズと名称が変わった。マクドネル社とダグラス社の統合後にも同社の旅客機は DCXX、ダグラスコマーシャルの故障を使用していたが、 1983年に両社の社名を併記した MDXX、MC ドナルダグラスに故障を変更し、スーパー80シリーズは MD-80 シリーズと名称が変更された。DC-9 から50型の胴体をさらに延長。合わせて主翼も付け根と翼端で延長して全体に大型化し、当時最も市場のシェアを得ていた。 ボーイング727の代替を狙ったモデルが MD-80 シリーズである。ボーイング727から200型と比較し、乗客数はほぼ同じであるのに、パイロットは2人で済み、エンジン3機のボーイング727に対してエンジンが2機と燃費や騒音面でも勝っていたためたちまちベストセーとなり、ボーイング727の生産終了を決定づけたとも言われる。 1980年の就航当初は DC-9 スーパー80と呼ばれていたが、これは上記のように1983年以降は MD-81 に解消以降は低、後続距離を伸ばすなどして -82、-83、-88 がったと発展し、さらに同端の MD-87 がたを含めシリーズを構成した。 それらのバージョンは、当時のベストセラーエンジンであった JT8、D 型シリーズのエンジンを大幅にアップグレードした、強力かつ低燃費で低騒音な JT8、D- 型シリーズエンジンを搭載している。その他に操縦室の電子機器工場を行った。MD-88 型では、部分的ながら、グラスコックピットを取り入れている。MD-87 型を除き、 マイナス50、型より4.34メートル胴体が長くなっている。MD-80 シリーズは、合計の MD-90 型機登場後も1999年まで、生産が続られ、このシリーズのみでも1191機に達した。当時の日本エアシステムは、当は国内航空時代に導入した DC-9 に続き、MD-81 と、 MD-87 を導入。日本航空との合併後も地方路線で活躍した。MD-81 は JAL エクスプレスへの移管が進められ2010年9月30日の運航で引退となった。MD-90 型は1993年に導入され、基本的に m d 8 8系を1.4メートル胴体延長し、 同様のグラスコックピット及び MD-80 シリーズより総強力で低騒音で低燃費の a e v 2 5 0 0型シリーズエンジンを備えた型である。いくつかの派生型も計画されていたが作られたのは MD-90 から30型のみであった。MD-90 型の生産は中華人民共和国の上海航空機製造での生産契約を最後に2001年に終了し、 日本では当時の日本エアシステムが1995年から導入。黒沢明のデザインによる7パターン、通称レインボーの塗装が話題を呼んだが、日本航空との経営統合により2003年より順次ジャルグル塗装に塗り替えられた。1995年に開発が始まった MD-95 をマクドネルダグラスを 九州合併したボーイングが1997年に引き継いで開発、ボーイングの旅客機の故障に則っ,って解明し、販売した機体。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。